はい、皆さんこんにちは。こんにちは。くびれ美人、くびれサーキット代表の畑です。松浦です。上原です。現在、こちらは夜の9時25分。サーキットが9時で閉館して、上原がいましたので、捕まえてました。捕まえました。ね、捕まえられました。上原東也、ね、昨年の7月からくびれグループの一員となって、もう現在、ね、サーキットにパーソナルに大活躍しておりますね。です。ありがとうございます。上原、上原、ポンポン、ポンポン、ポンポン。ちなみに彼のお父さんと私が一緒にサッカーやってたこともあって、お父さんから連絡いただきまして、息子がこのくびれに興味があると言っていただいて面接させてもらって、第一印象、あ、猫背やなっていうのが正直な印象。猫背。カナさんはどう？上原の印象さ、どう？私最初にお話ししたのが電話だったんで、あ、そうそうですね、すごいすごい子供が来るぞ。すごい子供が来るぞ。若いね。そう、まだ24歳。いや、はい。24になってまだ間もない。ずーっと電話の向こうで笑い。ヘラ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 。そう。そう言ってた言ってた。本当ですか？俺どんな、畑さんとどういうつながりなんですってやったらお父さんのこと言って、で、話したらなんかすごい子供っぽかったみたいな感じで言っとったね。笑ってる、ずっと笑ってるって言って、初めて聞きました。それは、はず、恥ずかしい、恥ずかしい。すごいシャイボーイなんで、サーキットのお客さんもパーサーのお客さんもいじってください。いじってください。はい、お願いします。でもさ、すごい変わったよね。変わりました。やっぱね、俺のイメージって感じ。本当に猫背だったんですよ。まあ、サッカー一緒にね、まあ、サッカーなんですけど、やっぱこうボール蹴る性格、幼稚の頃からやってるんだっけ。あ、そうです。でも幼稚の頃からやって、観音高校、サッカーの広島ではサッカーの名門校、観音高校で、で北海道の大学でサッカーずっとしてて、本当にもう幼稚園から大学、まあ今もね、社会人で、はい、やってるってことね。まあ、なかなか日曜日で忙しいもん。そうですね。喋りたいけど。いや、まあまあ。増えたんですよね。でもどう？ほんまに姿勢良くなったと思う。良くなりました。良くなったし、すごい大人っぽくなったよね。ね、なりました。そう、本当に。初めから知ってる方は、ちょっとすごい変わったなって思うと思うんですけどね。で、何したの？今日はしっかりしてるじゃん。まっすぐ。何したの？先輩方にこう言っていただいて、トレーニングを毎日してましたね。トレーニングを毎日してた。はい、家でこっそり。家こっそり。はい、どういうこと？例えば。例えば、まあ、ストレッチもそうですけど、うん、まあ、こう動かしたりとか。あ、アクティブに。こう動かしたりとか。背中系を。背中系を多めに。多めに。教えていただいたのも。やっぱ短縮入れていった。そうです。なんか猫背の方に多いのが、なんか背筋、背中の筋肉トレーニングした方がいいっていろいろ言われてるんですけど、やっぱ筋肉の長さは結構大事で。こう伸びたままこうやっても、なかなか筋肉の長さを正しくすることが難しいです。やっぱ筋肉の強さだけじゃなくてね、長さも大事だもんね、はい、腹筋と背筋とこの前のバランス、こう前が縮んでたら前を伸ばすとかね、後ろが伸びてるんだったら縮んだポジションでトレーニングするとかが結構ポイントなんですけど。そっか、そっか。どれぐらい、すごい頑張って毎日やったの？結構で、それでまあ3ヶ月したら変わったって言っていただいて、今だって背中もね、姿勢まっすぐになったし、厚みが出てきたよね。出てきた。ね、うん、さっきのどういうでしょう。めっちゃしょ。ね、あいの。お客さんもよく多分見かけてるんですよね。そうです。昼とかお客さんが少ない時間帯があるんで、多分その時間帯とか使ってやってるの、ね。はい。あとまあ休憩中とか、まあ僕は休憩中とかでも結構いろいろトレーニングすることがあるんですけど、まあ、多分。やってたりとかするんだよね。今もやってた。いやだと9時俺もう誰もいないんだろうなと思ったんですけど、まあなんかまだ作業仕事してたから、ね、まあトレーニングしてました。トレーニングしてた。ちょっと捕まえて。そこ捕まえて。ね。はい、ね、ちょっとね、まあくびれチャンネル、はい、なんかだから、はい、猫背改善の方とか、はい、もしかしていらっしゃると思うんで、はい、背中のなんかおすすめの運動とか。はい、をぜひ、ね、紹介してほしいと思います。で、今は、まあ、コロナウイルス、ね、どうしてもご自宅で自粛されている方多いと思うんで、はい、自宅でもできるような感じの運動があれば
あの紹介してほしいんですけど。やりましょうか。いいですか。やりましょうか。じゃあ上原パーソナルトレーナーによる、ね、背中猫背改善エクササイズ、はい、はい、今からご紹介したいと思います。はい、どうぞ。じゃあ上原くん、はい、見せてよ、どんな感じ。はい、やります。うん、つま先を下に立てていただいて膝をちょっと浮かします。うん、でここに骨があるんですけど、うん、ぐーってマットをしてもらって、恥骨で押すって感じ。あ、なるほどね。でそのままちょっとだけ体を起こしてもらって、そこは引いたままこのハーフポールを持ってぐーって肘を伸ばします。はははは。肩甲骨をしっかり寄せて下げるってイメージを持って押します。はは。で息を吐くタイミングは前の時にフーッと吐いて、スーッと吐く。なるほど。って感じですかね。あ、肘を上、後ろに引く感じ。そうですね。なるほど、なるほど。寄って下がるって感じ。ああ、で、胸を張る感じね。そうです。ちょっと実際さ、はい、あの、カナさんにやってみてよ。ちょっとパーソナルトレーニングっぽく。はい、うん。じゃあ、松田さん。はい。お邪魔します。はい。お願いします。では、じゃあ、潰せないように。はい。では、前に出していただいて、はい。その先を下に向きましょう。まあ、膝を浮かして、もう、恥骨でぐーっとマットして、お腹に力入れましょうか。はい。ちょっとだけ体を動かしましょうか。そのまま後ろに持ってきていただいて、ハーフポール。顎を持ち下げましょうか。そのまままっすぐ、ちょっと上の方に伸ばすイメージ。そうそうそう。で、肘をしっかり曲げて、この辺を寄せるって、わかりますか。はい。吐きながら、ふぅ。そうそう。しっかり寄せます。ふぅ。そうそうそう。で、吐いて、ふぅ。あと、ここ行きましょうか。せーの、戻して。進展すごい。さあさあ、しっかりこれ肘を伸ばすのめっちゃ大事です、うん、これさ、はい、あのハーフポールない人とかさ、家でできるのない。一回外にしようか、うん、そのままですね、うん、外に開いていってからこれを曲げながら W の形です。ああ、なるほどね。 W、 Y。 ああ、 Y。 あ、英語だったら分かりやすいね。確かに、 W と Y。 さあさあ、なるほどね。こういう風に動く、それを意識してもらえる。手を前にしたときに肩がすくみそうよね、これ。下げて、うん。で、上げるときも。あ、なるほどね。お、素晴らしいです。おー、さすが。なるほどね。おー、素晴らしい。疲れました。お疲れ様。すごい疲れました。ね、でも、すごい。良くなった気がします。うん。ね。姿勢がめっちゃ綺麗だった。でも、なんか上がった気がします。ね、すごい。これ、あのバストアップ効果にも。そうなんですね。そう。まあ、このここが開くのもそうなんですけど、背中をこう鍛えることでこうグッとここ開かれるんで、バストアップにつながる。あとですね、背中のこの脇の下とか肩甲骨周りっていうのは褐色脂肪細胞っていうのがあるんですけど、そこを刺激するとですね、ダイエット効果にもつながるんで、めっちゃいいんですけど、それをコラムに書いてるんで見てください。スパウンターくびれ美人もあるし、青山もあるし、どこに書いてもサーキットもあるし。サーキットです。あ、くびれサーキット、サーキットで書いてます、僕は。はい、僕は全身全霊をかけて書いてます。ぜひ見てください。くびれサーキットのレッスンコラムを見てください。はい、ね、見てくださいね。ぜひ、あの、すごいいいと思います。あの、いい、僕もよく見るんですけどね、あれいいね。お客さんの反応もそうそう、ね、すごいいいんですけど、本当にいいですね。あれ、ちなみにどれぐらい時間かかる。あれですか、どれぐらい。僕文字書くの結構早い方なんで、でも、なんです、構成にめちゃくちゃ時間かけるんで、あと写真撮影です、全部、まあ、清水さんに撮ってもらってるんですけど、うんうんうん、そこにめちゃめちゃ時間あるんで、全部ででも10時間から15時間を撮ってます。すごい、すごい。一つの記事で。あ、そうです、ね、すごい。いやー、すごい。全身全霊ですね。全身全霊。全身全霊。ちょうど今もあの書いてるんで、次また明後日出るんで。ぜひ皆さん、次のテーマは何なの。次は、何でしたっけ、次は。筋膜ラインです。筋膜ライン。あ、筋膜ライン。それこそこの後のラットプルダウンっていうこういうマシンとかも、その筋膜ラインを意識するとすごいトレーニング効果が上がるんで、うんうんうん、その記事もぜひ見てください。ぜひ、はい、素晴らしい。素晴らしい。素晴らしい。はい、ちょ、書いてます今。もう素晴らしい。今ね、あのサーキットでパーソナルデビューしてどう？いやー、でも、まあ、最初もちろんあっちで出たくて、まあ、いろいろ研修とかさせていただいて、先にこっちデビューして。そうね、さっきとは9月にオープンして、初めの中心メンバーとして活躍してくれて、うんうん、パーソナルデビューしてたんだっけ。一応10月ですかね。あ、その2ヶ月目か、うん、ね、今はもうたくさんお客さんついて、あの、もうでこっちに重きをなかなかね置けない時もある日も ね、 あ、 ね、はい、あって、すごい大活躍。大活躍、すごい楽しいですね、やっぱ。まあ、こっちもなんかグループレッスンで楽しいんですけど、うん、1対1なんで、なんかそのお客さんに合ったニーズ
に応えるべくこうメニューとかも考えるし、うん、食事してもこう密にできるんで、うん、それはすごい楽しいですからね、うん、またサーキットとちょっと違った魅力、違った魅力、うん、どっちも楽しいんですけど、うんうん、サーキットもね、あのすごいあのお客さんとね仲良くて、俺いつも下でここでパーサンで使う時とかさ、はい、わーすっごいなんかいい雰囲気だなって本当ですか、思うんですよ、うん、でなんかパーサンと両方されてる方もいるんですけど、いらっしゃるんですけど、あの僕のお客さんもあの結構何人かもう結構使われてて下も、うん、なんで上原くんの実は中学校の先生がいらっしゃいます、いらっしゃるんで、あれあれ全く知らなかった、アポなし、アポなしです。それこそあの松原さんがあのその業務をしてて自分がやるってなって名前を見させていただいた時に、あ、見たことあるなと思って、あ、え、顔を見る、お顔を見る前に、前に名前だけに、あ、そうです、名前がフルネームだからね、あ、なるほど、いや、こんな名前の人あんまりいらっしゃらないんで、うん、この人、もしかしてって言ったら本当だった、そうでした、あ、じゃあもうお会いする前から分かってました、分かってました、へえ。あー、それはすごいね。ね、広島やっぱり狭い。狭いね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 。めちゃめちゃ狭いですね。ね、ちなみに今私のパーソナルトレーニングのお客様です。うん、ね、ね、トーヤって。トーヤどうどうですか。よくもうそう下の名前で呼んでくれてたんで、もともと。ね、そうね。すごい。それなんかしかも観音高校時代もうあのその中学校、中学校で中学校時代に。なんか学級委員もしてたみたい で、ね、なんかリーダーシップもあるってすごい先生褒めてたんですけど、もう本当にあの僕的にはくびれサーキット、くびれ美人のもう将来の逸材を担う人材として期待をしてます。先輩方がいらっしゃるのでね、そうびっくりしましたね、あれは ね、すごい世間狭いね、狭いですね、本当に、まあ、ここの出会いもそうですし ね、そうですね、ここの出会いもそうなんですよ、お父さんからつながりね、そう、なんかくびれって結構何かしらつながってて、ね、うん、まあ、今度は大和とか清水とか、うん、あの今日マネージャーの大久保もあの紹介して、みんな結構つながりであの入ってきてくれる人が多いんですけど、もう本当に運がいいとしか言いようがない、ね、そう、皆さんに何かメッセージを、一言、一言、はい、そうですね、まあ、まあ、今このコロナで自粛されてると思うんですけど、まあ、ここに来れる方は来ていただいて、まあ、家でもできるトレーニングはあのコラムとかあのブログとかに上げてますんで、また今やったあの松田さんがやられたエクササイズをやったらバストアップとか姿勢改善、あとダイエット効果もあるんで、ぜひやってください。はい、はい、今日は上原豊也で締めさせていただきます。またね、明日もぜひ見てください。はい、はい、では今日はこれで終わります。またお会いしましょう。さようなら。